グラナダクルブデフトボールは、スペインアンダルシア州グラナダ県グラナダを本拠地とするサッカークラブである。グラナダ CF は、1931年4月14日、レクレティーボグラナダが元となって設立された。初代会長は、フリオロペス・フェルナンデス。 クラブ発の試合は1931年12月13日に行われたデポルティー・ボハエンとの試合であり、2から1で勝利を収めている。その試合の先制点、つまり、クラブ発のスコアラーとなったのは、アマチュアサッカー選手のアントニオ・ボンビジャールだった。また、この試合は、チューリッチにて開催されており、クラブ発のホームゲームは AD、AD& ハルトの試合である。 1931から32シーズン、アンダルシア州リーグに参加し、6試合で4勝を挙げ、見事2部リーグ昇格を決めた。その1932から33シーズンから、ガブリエル・モルシージョ・ラジャが新しくクラブの会長に就任し、クラブ初の2部リーグは、リーグ6位でのフィニッシュとなった。 この後上位リーグへの昇格を重ね、1941から42シーズンにはプリメーラ・ディビシオンに到達した。1940年代以後はプリメーラ・ディビシオンとセグンダ・ディビシオンを往復し、1980年代までセグンダ・ディビシオン以上のリーグにとどまり続けた。1958から59シーズンには、 コパデルレーで決勝まで勝ち進んだが、FC バルセロナに1の4で敗れて、準優勝に終わった。1970年代には8シーズンの間、プリメーラ・ディビシオンの座を維持し続けて、クラブの黄金期を迎え、1971から72シーズンと1973から74シーズンには、過去最高位であるプリメーラ・ディビシオン6位となった。 1971から72シーズンには、エンリケ・ポルタが、ピチーチ賞を獲得している。1980年代には、セグンダ・ディビシオン B に低迷し、2002から03、シーズン終了後には、給料未払いのペナルティで、ついに、テルセーラ・ディビシオン降格処分を受けた。2007年には、モトレアル・マドリード会長のロレンソ・サンスとロレンソの、 弟のフランシスコ・サンスが、クラブにやってきて、セグンダ・ディビシオン B 昇格の手助けをした。2009年7月には、財政難からクラブ存続の瀬戸際に立たされたが、イタリアセリエへのウディネーゼ・カルチョと、業務提供を結び、ウディネーゼのオーナーであるジャンパオロ・ポッツォがオーナーに、就任した。エンリケ・ピナシン会長は、ファブリ監督を招聘し、ウディネーゼから、 多数の若手選手をレンタル移籍で受け入れて戦力拡大を図った。また、ウディネーゼでは登録できない外国人選手を一旦グラナダ CF に登録した上でイタリアのクラブにレンタル移籍させることなども言っている。2009から10シーズンはセグンダディビシオン B で1位となりプレイオフを勝ち抜いて22シーズンぶりのセグンダディビシオン昇格を決めた。 2010から11シーズンもウディネーゼからレンタル遺跡で獲得した多数の選手を要し、セグンダ・ディビシオンで5位となってプリメーラ・ディビシオン昇格プレイオフ出場権を得た。プレイオフ準決勝ではセルタで B5 に2試合合計1から1で勝ち上がり、決勝ではエルチェ・ CF にアウェーゴール差の末に勝利して35年ぶりのプリメーラ・ディビシオン昇格を果たした。 2016年5月、クラブを保有していたジャンパウロ・ポッツォは、中国のスポーツマーケティング会社、デスポーツ社にクラブを売却した。売却価格は、約3700万ユーロと報じられており、クラブのオーナーには、デスポーツ社の社長で、実業家の勝率賞が就任した。2016年7月には、中国サッカースーパーリーグの重慶力母との、業務提携も発表している。 中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は、e、EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記はフフ表ルル、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。クラブ設立当時は、水色と白のストライプのユニフォームだった。エンブレムも、現在のものと、大枠は同じだが、縦に長い縦で、青と白を基調とし、クラブの頭文字である RG を大胆に配したもの。世界でも類を見ないデザインになったのは、グラナダ王国の旗をヒントにしたと思われる。そして、上部には、 サッカークラブを象徴するボール、カブはザクロの花と葉が置かれた。特にザクロはスペインの国章にも見られるモチーフであり、グラナダ州の紋章にもなっているように、グラナダ王国の象徴。アラビア語でザクロを意味する言葉とグラナダが似ていたためだという。ありがとうございます。